やっぱこの米子五郷、あ、漁港か。はい。ちょっと聞いてみても。はい。米子漁港の周辺の風景。うん。川原博之さん。これあの海の音だけどすごい尺八みたいなね、尺八正しいんですよ、うん、その尺八と同じようなものが、うん、その通気口が要するに笛になってるわけですよね、うん、だからそこのことが変わるんですよね。だから、うん、大きな尺八がそこにあって、でその海の音が尺八のこう管の中で、通って聞こえてくるみたいな状態ですね、うん、で僕が思うに多分これでその特定の倍音を持ち上げるっていうのを思いついたんだと思うんです。それでタイプ B ってやつで試してみたんだと思うんですね。ああはいはい、はい、だけどこの自然のまあ通気口の音の方がよりこう鮮明にそのなんていうかなある音がこう出ていて、うん、タイプ B の方はそんな感じなかったですよね。うん、もしかしたら倍音の上げ方が足りないのかもしれない。もっとグッと上げた方がいいのかもしれない。いろいろとまた菅原さん試してみてください。いやこれ本当にいい音ですよね。追飛行からの音欲しいぐらいです。こっちはいいですよね。うん、うん、よかった。なんか私瀬戸内でなんかこういう作品を見たこともありました。そうこういう状況をわざと作って、はい、たくさんのパイプを海辺に配置してこう波のアクアクで音を、それはもともとはポルトガルだったかなに あるんですけど、まあ、あの大きく言うとこう環境芸術っていうかな、うん、エンバラメンタルアート、エンバラメンタルミュージックの一つですね。あの、うん、自然の風を利用して音を出したりとか、うん、自然の水で音を出したりとかっていう、そういう自然を使った、うん、まあ、アートとか音楽っていうのが、そういう一つの分野としてありますよね。いろいろね。そういうものですね。面白かったです。うん、なんかの写真がずっとこう出てるじゃないですか。うんうんうん、やっぱ写真、結構引っ張られちゃうから。そうですね。なんか本当は、結構あれネタバレっぽい感じもして、うんうん、なんか本当もうちょっと空とか海を感じる部分あんま見たくなかったなってちょっと、そうですね、思いました。なんか穴の方にフォーカスしたかった。うん。直接的すぎるかもね、説明的になっちゃうね。うん。うん。うん、何度も思っちゃうけど、その YouTube で本当に適当な映像をつけるぐらいだったら、やっぱり音源だけの方が。いいですよね。はい、そうですね。うん。本当にそう思う。